はい、今から100年ぐらい前に一度ルーブル美術館から盗まれたことがあったんですね。で、まあ、それをきっかけに、まあ、有名になったっていうところもあって容疑者の一人として、はい、まあ、浮かび上がったのがこれ本当の話なんですけど、はい、なんとピカソなんですね。でまあ、ピカソって言っても私たちが知ってるピカソっていうよりまだ20代 の、まあ、若者、まあ、無名の若者で ある朝ですね警察がやってきてですねピカソの家にでピカソがビビっちゃってその服を着て警察に行くのにこう手が震えちゃって、はい、ってはめるのが大変だったみたいなぐらいめっちゃ怪しいじゃないですか。それは結果としてはピカソじゃなかったんですけども。